なら対応は下に任せていいじゃないか。いえ、二次災害の危険があります。幹事長との面談はキャンセルとし、5分後にレクを始めさせていただきます。東京湾の水深では潜水艦の潜水航行は不可能です。地面が割れてますよ。地面が、地面が。日米安保を適用し、在日米軍に駆除を肩代わりしてもらうのはどうですか。次に東京湾沿岸等への対処ですが、噴火による噴石等の被害の危険性があるため、警戒レベルを避難準備とし、羽田空港も万が一を考えて全便欠航として危機管理を徹底しております。